TV アニメフルメタルパニックより2018年春放送スタートの最新作フルメタルパニックインビジブルビクトリーに先駆けてフルメタルパニックスモフとフルメタルパニック TSR の再放送が決定した。フルメタルパニック波加東小二さんの人気ライトノベルフルメタルパニック富士見ファンタジア文庫館を原作としたアニメ作品。原作は米ソによる東西冷戦が依然として続く現実世界のパラレルワールドを舞台に、存在しない技術ブラックテクノロジーと呼ばれる高度な科学技術をもたらす特殊な人間ウィスパードをめぐる謎と戦いが描かれる長編のほか、長編を補完するエピソードのサイドアームズハードでシリアスな長編とは打って変わり、平和な日本社会の中で主人公相良宗介が引き起こす騒動をコミカルに描いた短編の3シリー。 TV アニメは第1期フルメタルパニックが2002年1月から6月、第2期フルメタルパニックフモフが2003年8月から11月、第3期フルメタルパニックザ・セコンドレードが2005年7月から10月に放送されたほか、2006年5月には OVA フルメタルパニックザ・セコンドレード特別版 OVA が発売。そして2017年10月には第4期となるフルメタルパニックインビジブルビクトリーが2018年春に放送されることが発表されている。今回2018年1月より東京 MX にて第2期フルメタルパニックフモフと第3期フルメタルパニックザ・セコンドレードの再放送が決定。フルメタルパニックシリーズを見たことがない方はもちろん、コアなフルメタファンの方も第4期フルメタルパニックインビジブルビクトリーの放送前におさらいしてみてはいかがだろうか。放送情報。フルメタルパニックフモフ再放送東京 MX 2018年1月7日より毎週日曜日10時30分。フルメタルパニックザ・セコンドレード再放送東京 MX 2018年1月5日より毎週金曜日25対40。フルメタルパニックインビジブルビクトリー放送時期2018年春ストーリー敵アマルガムのが。しかしそんな日々は長くは続かなかった。失態続きのアマルガムは本気で相良宗介たちに襲いかかってくる。世界各地のミスリルの基地が強襲される。テッサ率いるザハーでダナンが格納されているメリダ島も多数のミサイルアームスレーブによって攻撃される。一方日本の宗介要にも魔の手が迫っていた。再び宗介要テッサたちに試練が訪れる。